誇りを胸に、いざ参ります。魔食の部隊を救出する、外邸から撤退します。各軍に行動に移ってください。承知しました。上将、必ずや魔食殿を救出してまいります。やられた者たちには何か罠がある。容赦はしませんよ。十分注意。今こそ策を披露しましょう。いや、動揺するな。崩れなければまだ挽回できる。戦艦の開き、私たちも戦わなければ。魔食殿のところへ参りましょう。現れた食殿。有効だろうか。いや、動揺するな。触れなければまだ挽回できる。山頂の無駄な神羅を捨てる。
ちましょう。やっやっ、参ります。門を閉じよう。奴らを閉じ込めるのだ。岩尾よ。やっやっ、参ります。もうダメかと。参ります。ありがとうございます。ここにも罠がありました。急いで脱出しなくてはなりませんね。なんと、皆、私を救うために。ならば、生き恥をさらしてでも生き延びねば。馬謖殿は、孔明様が期待した妻子。ただ一度の過ちで、失いたくはありませんね。余力はない。気を避け、本陣へと戻りましょう。私たちも戦わなければ。
計算通りです。今こそ策を披露しましょう。飛んで気に入れた人はまさにこれ。ですが、この月影には通用しません。白剥製と申す。手加減は無用だ。これで大丈夫ですね。先を急ぎましょう。見事な戦いぶりです。先端の開かず私たちは戦わなければ。上昇。この敗戦、北伐にとって大きな痛手。そしてその日は全て私にあります。あなたを任じたのはこの私ならばこそ、私も
なりません。心象筆伐心得ております。上将、どうか公正なる裁きを賜りますよう。孔明様、この戦、長江を退けました。奴が馬謖に気を取られたからできたことです。なら、それは馬謖の手柄ってことですよね。ほら、あれだ、新将筆伐の将の方。それは奇弁だ。しかし陣には反しない。そうではありませんか、上将。